ゲートに入って係が離れましたゲートイン完了ですスタートしましたポント12番のヤングローゼスが高スタート高ダッシュを決めています7番のフェアエールングそしてその外8番の南洋クリスタル3番手に12番のヤングローゼス これを追って13番、シャンボール内から6番のグランツグリーンが行って最内は3番、西のライコ続きました4番のエルクリード中段バグンの中外は9番のエルカリエンテさらに外から11番のテンコマンドゥール1コーナー回っていきましたまず先手は7番のフェアエールングリードを1馬身半2番手、8番の南陽クリスタルで12コーナー中間地点2馬身差3番手、12番のヤングローです人気3頭前へと行きましたこれを追って番番ののググランンンツグリーンがインの4番手 で4番のエルクリード1馬審査、13番シャンボールで2コーナー回って向こう上面に出ました1馬審査、3番西野来イその外9番のエルカリエンテさらに外、体半分11番テンコマンドール,テンコマンドール向こう上面中間を過ぎましたそしてインコースから5番のヒルズカーンこれに並んで3馬審査10番シゲル・ヴィンセントおしまいから3投目2番のシーズ・オブ・ホープ1番のマロン・アイス最高峰残り800を切って最初の 1000m は1分5秒7です。 これから3コーナーカーブ先頭は7番のフェアエールングリードが体半分8番のナインークリスタルが2番手600を切りました促して12番ヤングローゼスが今3番手ですが前に遠から2馬審差少し遅れました6番のグランツグリーンそのうち並んでこれをかわしていくさらに外は13番シャンボール第4コーナーカーブこれから直線に入るところで今度は外から8番南ナインークリスタルが先頭に変わって直線に向きました内は食い下がる7番のフェアエールング 残りまもなく200、その外へと出して6番のグランツグリーンが離れた外へと持ち出して前3頭、広がっての競り合いは内もう一度7番のフェアエールングがもう一足を使った2番手接戦フェアエールング合輪、ゴーリン2着争いは8番、南洋クリスタルとかなり離れた外6番のグランツグリーン2頭、ちと外離れて接戦です。